久保さん、僕ね、思ったことがあって、久保さんってトランザム乗らないじゃないですか。多分、絵だと思うんですよね。3D の絵。そう。僕は久保さんとちょっと違うところが、車は乗ってなんぼっていうところなんで乗り回してますけど、久保さんはまあ、それを見てね、いろんな思い出にふけるっていうね、だからその、やっぱ隠居会のドンですよね。<laughs> 受信力ですね。トランザムから受信するっていうね、乗らなくても。 いいいろろ受信するっていう、まあ、最近ね、僕も絵買いたいなと思って、多分そのうち買うと思うんですけど、絵を飾りたいんですよ。そう。でもこれもね、僕も年取ったからかなとは思いますけど、なんか絵って動かないし、まあ、ただ、ずっと変わらないじゃないですか。あもちろん買い替えたらね、その絵は変わるんだけども、まあ、ずっと飾っとくんだったら絵は一緒ですよね。ただ、その日の気持ちだったりとか、その日の感情だったりとか、その日,その,日の気分によって、その絵の、 見方方受け取り方っていいうのは変わるんじゃないかなかだからこそその何すかね要は変わらないものを変えて捉えられるかっていうねこれいいんじゃないかな変わらないものを変えて捉えられるかっていうのがいあのこのなんかすごい究極の贅沢なななんじゃいいかなと思いますね、うん、多くの人は変わるものに対して何すかね感動したりとかあるじゃないですか何すかね 例えばイルミネーションとかもこう変わったりとかしてるしたりとかねうーんなんかそれになんかわあみたいな綺麗みたいなねでもずっと例えばろうそくの火とかね変わらないじゃないですかまあもちろんろうが消えていくと最後はこう変わったりとかするんだけどもでも基本的にろうそくの火って変わらないですよねだけど LED のイルミネーションってパカッチカ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 してパーッとなったりとかするじゃないですか だから、ろうそくの火を見て、どう受け取れるのかっていう、まあ、最高の、多分、贅沢なんじゃないかなと思います。受け取れない人は、贅沢は感じれないだろうし、受け取れる人は贅沢を感じる。絵もそうだと思いますね。その絵を見ながら、コーヒーを飲む絵を見て、コーヒーを飲んで、なんかいろいろな妄想というか、吹けるというかね。うん。なんかいろんな楽しみ方があるんだけど、多分、究極系ですよね。うん。多くの人は変わるものに、 乗っかっかかてるというか、うん、変わらないとつまらないというか、うん、映,画映画も楽しいのってどんどんシーンが変わるわけじゃないですかボン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 うん、特に今なんかショート動画 TikTok とかもねあれでしたけどあれですけども,もう短時間でパン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 変わるみたいなそうまあ,あの一つの、まあ、麻薬的要素があるのかなと思いますね、うん、そう変わるものみんな好きですよね 新しいものとかねそういってらっしゃい